猫の魅力を発信し、里親様を探すお手伝いをしています。最後までごゆっくりご覧ください。皆さんこんにちは、猫兄さんです。今回の動画はミヒニンのチャトラヤキジシロの子猫の癒し動画、容赦ない顔面猫キックが面白いということでですね、今日はねたくさんの子猫ちゃんが出てきますよ。この子は生後1ヶ月ぐらいかなと思うんですけれどもね、このチャトラさんは多分2ヶ月とか多分1ヶ月ぐらいしか変わらないのかなと思うんですけれどもね、まだねミヒニン未去世の子たちらしいですよ。お腹マフマフマフね、この子なんかほんとちっちゃくてね、もうまさに子猫って感じがしますよね。で天使の羽をつけてもうめちゃくちゃ可愛い、まさに天使ですよね。お尻こちょこちょすると、あ、なんだこれは、これなんだこれは、これは天使すぎるな。ただちょっとねアングルがね良くないですよね、これね。あまりにもね可愛すぎてね、猫兄さんねちゃんと見えてなかったですよね、カメラのね位置とかが。あーやばい、これはこの子は可愛いなぁ。多分ね、手にじゃれたいんでしょうね。おもちゃで遊んだらよかったんですけれども、今回はね、まずおもちゃで遊ばずにどれぐらいね、遊べるかっていうのをね、やってみたんですけれどもね、もういきなりこうやってじゃれてくれておりますよね。可愛いやんかな、カミカミしてるよ、ひょっとしてスリッパをね。なんかツンツン猫キックされてるよ。あ、チャトラさんが来たよ。いや、こう見るとね、すごい大人の猫に感じますよね。この子が小さすぎるんですけれどもね。あー、癒し屋で本当に。やばい。もうずっと見てられる。このお腹見せてくれるのやばいっすよね。あら、どっか行っちゃう？あ、チャトラさんのところ行ったんだね。横に、ね、寄り添ってめちゃくちゃ可愛いやんか、これもね。あらららら、じゃれてるよ。あららら、あら、猫キックしてるやんか。ああ、ちょっと顔面猫キックなってますけれどもね、これなんだこれだ。ね、チャトラさんはね、グルーミングしてくれてるんですけれどもね、もう容赦のない顔面猫キックですよね。キクキクこれ面白いな。かわいすぎでしょこれは。なんだこれ。また肉球がピンクなんですよね。あらららら、もう子猫同士のじゃれ合いとかね、もう、いやー癒し屋で本当に。大きな子の方がねちゃんと手加減してくれてますよね。本当にね、猫の社会って優しいですよね。寝てる子もいてるんですけれどもね。もうちょっとじゃれ合いするかな。あ、じゃれ合いしてる。こうやってね、子猫同士とかでね、じゃれ合ってね、どれぐらい噛んだら痛いかとかっていう、こういう社会性とかが学べるのはいいですよね。もういろんな世代のね、猫ちゃんと触れ合いますからね。ですのでね、やっぱね、保護猫カフェから来る子っていうのは、多頭飼育に向いてる子が多いんですよ、やっぱり。あらあら、チャトラさん今度こっちに来た。あら、これもまた可愛いやんか。ねえ、子猫ちゃんには手加減してたんですけれどもね、猫兄さんにはね容赦ないって、そんな感じがするんですよね。たまらんな。今回のお店は大阪梅田近くにある保護猫カフェウリエルさんです。やっぱね、ウリエルさんっていうのは子猫ちゃんも結構いてますのでね、ほんと楽しいですよ。子猫ちゃんと触れ合いたい方っていうのはね、ウリエルさんに行っていただければいいかなと思うんですけれども、お尻トントンするとねコテンってなりましたね、この子ね。あ、またスリッパカミカミしようとしてる、として。この子は何をしてるんでしょうかね。もう子猫ちゃん何をしでかすかわからないので、ね、目が離せないんですけれどもね。スリッパの中に手突っ込んで、あんた何をしてるんだい君は。いやー可愛いやんか。あ、移動したんだね。お腹こちょこちょするとなんかじゃれてくれておりますよね。でも綺麗なチャトラさんやな、ほんとこの子も。あら、噛んでるやんか。んだでも甘噛みやね、ほんとにね。えいい子やわね。何をしてるんだい君は。いやー、ほんと落ち着きがないな。さすがね、チャトラですよ、ほんとに。この無邪気な子猫はいいよね、飽きないよ、ほんとに。
もうお目目がまん丸なんですよね、可愛いわ。でね、足元にはね、キジシロさん、あ、靴下さんかな、すごい可愛いですけれどもね。お尻トントンしすぎるとね、にゃーって怒られちゃいましたけれどもね。すごいじゃれてるやんか。服はあんま噛まないでよ、本当に。猫兄さんのはいいんですけれどもね、他のお客さんの噛むとまずいんでね。これ何これ、かわいすぎるよ。あ、膝の上来てくれましたよ。で、下に潜る。下に潜ったよ。で、どっか行って。ね、すごい落ち着きがなくね、いろんなとこ移動しちゃうんですよ。またこの花柄のね、爪とぎなんですけれども、かわいいですよね。ねえ、こんな爪とぎがあるんですよね。こちらはね、ウリエルさんで販売してますよ。結構いいお値段するんですけれどもね、オブジェとしても使えますからね、いいですよ。かわいすぎるわ、この子。いい顔するな。ちょっと疲れてきたかもしれないな、この子は。肉球。ちょっと触らせてくれないか。何してるの、君は。この境目をちょっと気にしとるな。いやー、このそのうち破壊されるかもしれないですよね、こういうのね。いやー、面白いなー。あ、起きた。まあよく落ちますよね、猫ちゃんは。ちょっと落ち着いたかな。あー、違うな、そうでもないな。今腕噛まれそう、あ、噛まれそうになってるぞ、これは。何をしても可愛いけれども、ちゃんとね、手加減してくれてますね、この子。えらい子やで。うん、だいぶ社会性は身についておりますね。どっか行っちゃう？あ、戻ってきてくれた。やっぱ人のこと大好きなんでしょうね。めちゃくちゃ可愛いわ。うん、カミカミ。プロフィールを見るとね、まだこの子は里屋さん見つかってなかったかなと思うんですけれどもね、もう時間の問題やと思いますけれどもね。みんなほんとかわいい。後ろの方から出てきましたよ。ほんとちっちゃいな、子猫ちゃん。猫兄さん膝来てくれましたよ。乗ってくれるかな。尻尾ピンってなってますね。あ、かわいい声やな。いやー、この声はでもたまらんわ。もうメロメロになりますよね、この声を聞いてるだけで。で、ちょっと落ち着いた？あ、この黄色いスタイっていうんですかね。下子は最初にいた子ですね、この子は。お腹もふもふ。かわいいな。あ、もうどの子触ろう。すごい迷う。かわいすぎる、みんな。あ、じゃれてる。あ、これなんだ。なんかこれはやばすぎる。もう今日は可愛すぎました。皆様いかがだったでしょうか。子猫ちゃんっていうのは本当に可愛いですよね。これからも猫ちゃんの可愛い動画、癒しの動画配信していきますので、チャンネル登録や高評価よろしくお願いいたします。はい、今日の動画は以上です。保護猫カフェウリエルさんでした。